Ja, man, wir testen mal Hack.hack, GU aus, Remake, das erste Kapitel. Noch nie gespielt und nicht Vulkanik, aber es ist so ein wie Sword Art Online, nur älter. Natürlich keine Vorstory angeschaut. Man könnte noch Videos schauen, aber kein Bock. Ich habe null Ahnung. Wow! Oi! Oi! そこのマルチウェポン。お前だよ、お前。なあ、もしかしてプレイするの今日が初めて？うん。さっきインストールしたばっかりで。うん。では、せつらでよければ、いろいろ教えるでござるよ。え？お主も早く一人前になりたいであろう？そうであろう？黙って頼っときなって。損はさせないからさ。ああ。されば、決まりでござるな。では、メンバーアドレスを渡すでござるよ。Ja, es ist natürlich ein MMO. Member Address とは The World の中でだけ使えるショートメールのアドレスのことだ。ショートメールを使えば、お互いが The World でプレイしている限り、瞬時にメッセージを送り合うことができる。ちなみに、The World ではメンバーアドレスを持っている相手しかパーティーに誘うことができぬ。それじゃ、メニューを開いてみようか。うん。か。なんで。aufrüsten。Wird noch dauern, bis ich da reinkomme。Du kannst auch erwachen und er kommst aus der Welt. Du musst auch auf, ah nein, von der World. Von der World ausloggen, das ist schon cool. ここに表示されているのは、お主がメンバーアドレスをもらった人のリストだ。オッケー。じゃ、一緒に頑張ろうぜ。うむ、せつがお主の刃になろう。ダムシールパーティー。よし、これでパーティー編成は完了だ。パーティーに誘えるのはログインしてる相手だけだから要注意な。さて、前置きはこのくらいにして、そろそろ冒険に参ろうか。Die Steuerung ist lustig.
kannst sicher die Abenteuer wählen. Und mal reden mit dem. Borscht. これはカオスゲートっていう転送装置だ。俺たちプレイヤーはこのゲートを使って今いるタウンから別の場所へ移動することができる。転送メニューを選んでくれ。ザ・ワールドではフィールドとかダンジョンとかルートタウン以外の場所をひっくるめてエリアって呼んでる。エリア A はカオスゲートへ3種類のワードを打ち込むことで移動できるでござる。このワードの組み合わせ次第で転送先のエリアのタイプとかモンスターの強さなんかが変化するってわけ。んじゃ実際にワードを打ち込んでみようか。エリアワード入力を選んでくれ。これがワード入力画面だ。一番上にあるのがワードプレート。この枠の中で3種類のワードを組み合わせてエリアを生成するんだ。画面の左端にあるジャイロは今持っているワードのストック。ワードのストックはメールや BBS、 他のプレイヤーからの情報で増やすことができる。さて実際にワードを入力してみようか。まずはファーストワードから。ストックの中から勇みゆく目の前に持っていく。よし、これでエリアの指定は OK だ。あ、そうそう、ワードの脇にマークがついてるだろ。それはサーバーシンボルといって現在のサーバーを示している。今表示されているのはデルタだから、つまり今俺たちがいるサーバーはデルタサーバーってことになるな。ワードが一緒でもサーバーシンボルが違うと転送先も違ってしまう。友から冒険に誘われた時はまずサーバーシンボルに気をつけるでござるよ。もっと詳しいことを知りたかったら BBS とかを調べればいい。よし、それじゃデルタサーバー勇みゆく初陣の夢の果てに出発だ。Wie sich das spielt, ob ich da reinkomme. Sate, to. Koko ga Fieldo da. Dewa, Mappu o hiraite Fieldo no kousei o mite miru de gozaru. Grafik sieht schon sehr alt aus vom Style. Oh, ich hätte noch müssen drücken. これが全体マップだ。カートマップ。アルベスンスタートゥエ。オッケー。この画面では現在位置とかミッションの内容とかクリアレポートなんかを確認できる。ここに表示されているのがミッション。シンボルフラグメント3、ダッシュ、3アルタール、ディングニミア。ミッションっていうのは、エリアの達成目標みたいなものかな。ふんふん、ここのミッションは収集系だな。証のかけらというアイテムを3つ集め、獣人殿へ到達すればクリアでござる。シンボルフラグメントさん、証のかけらは
祭壇に置いてある宝箱の中に入ってる。祭壇はモンスターが守ってるから、モンスターに見つからないようにうまく宝箱を開けるか、モンスターを倒して宝箱を開けるか、どちらか。これが祭壇アイコンでござる。まずはこのアイコンを目指し宝箱を開けて回るのがよろしかろう。で、このアイコンが獣人伝アイコン。最終目的はここに到達することになるな。さて、ミッションも確認したところで、そろそろ参ろうか。ちょっと待った、アスター。もう一個忘れてた。さて、今度こそ行こうぜ。うむ。Ja. Ich bin der Kacknub. Ist es da, kommst du nicht rüber? Ja. Ich frage mich, ob man Gegner sieht oder ob man die so triggern kann, aber wahrscheinlich jetzt eh nicht kennen. Nur bei diesen Schreinen. Ja. お、早速祭壇発見だな。Und du merkst mir, was heißt das? Keine Waffe. Mal. Gut, ich da schleichen. Osse! Battle が始まると、こんな風にバトルエリアが展開する。バトルエリアは、バトルフェンスで囲まれてて、一度バトル唯一逃げ無理玉という特殊なアイテムがあれば、今は俺もアスタも持ってないんで脱出不可能ってわけだ。ほらトゥルントゥルン、とどめだ。お、結構うまいじゃん。思ったより簡単でござる。落ちろ。うまいうまい、その調子。うん、あとは好きなように戦う。あ、ゼロクライス。ウェイステン。あ、ほら、ふんふん。あ、ほら、ふんほら、ほらよ。ちょっと待って、それでもね。落ちろ。うん、リファ。ほら、とどめだ。ウェイステン。初伝鎧立ち。落ちろ。無様なもんだぞ。レベルでね、そしなおう。ミニベグレイテル。Zum Bestinarium. Hier sind wir. Nein, da geht es zurück. Mal sehen. Da ist es ja. Huo! Mata Saidan Hacken! Zugi wa Skill Kogek ni zuite oshiete yaru yo.
やったろうじゃん。さっき教えたスキル攻撃ってのはこれよりももっと。今表示されているのがスキルトリガーメニューパネルが4枚表示されてるだろ。それぞれのパネルに対応したボタンを押せばパーツを発動させることができる。では試しに疾風掃陣を使う。疾風掃陣 OK、 バッチリだ。スキルトリガーは単なるショートカットコマンドではないでござる。例えば敵の攻撃を止めたり、自分の攻撃行動をキャンセルしたりすることもできるんだぜ。イオテン、大事なことを忘れておらぬか。スキルトリガーにはもっと重要な使い方があるでござるよ。忘れてないって、連撃だろ。それがいいな。んじゃ、ま、ざっとこんなもんだな。Ist schon bald der erste Level auf. Weitsicht ist ein bisschen Schrott. Fähigkeiten vergeben, oder? よし、よくやった。それじゃあ最後に獣人伝を目指してみようか。先ほど教えたようにマップを見て確認すると良いでござるよ。Nicht, was die so haben. Amel gibt es wahrscheinlich noch nichts.
schauen, ob ich schon da Fertigkeiten. Sagen wir das wahrscheinlich noch, bevor ich da ewig suche. Ich bin schon wieder so am Loot suchen die ganze Zeit. これがサニワの神、フォルセトの像だ。俺らは単に獣人像って呼んでるけど、公式の設定じゃ結構偉い神様らしいぜ。ほら、あそこ宝箱が備えてあるだろ。あの中にはここでしかゲットできないレアアイテムが入ってるんだ。ハセオ、開けるでござるよ。いいのか？いいからいいから、初心者は遠慮すんなよ。ありがとう。何？宝箱のアイテムは君の獲物。セツラの獲物は君。逃げ惑う子羊を一瞬で消す。なんて快感なんだろう。お前みたいなバカはこのゲームやる資格ないんだよ。おいおい、今回はセツに切らせてくれると約束したであろう。これはセツの獲物でござるよ。Ja gut, Ali. Akkenai, ne? インしたばかりの初心者はこんなもんでござるか。オラオラ、なんか言ってみろよ。もしもし。まったく。ちょっと優しいふりすると、コロッと騙されるんだよね。おい、まだいるんだろ？なんだ？Oh.
ウェルカム to the world。そんなに強いなんて思わなかったよ。100人の PK を切ったって噂もまんざら嘘じゃないみたいだね。ちょ、そんな怖い顔すんなよ。ほら、謝るからさ。あんたもおとなしく散りやがれ。トライエッジを知ってるか？なんだって？総炎をまとった伝説の PK の名だ。奴にキルされた PC は二度とゲームに復帰できないらしい。はぁ、あ、くだらねえ。 BBS の怪談話信じてんじゃねえよ。いいか、このボルドー様に手をかけてただで済むとは思う。使えねえな。ち。
なるほど。刺繍の漂うようなキャラだな。死の恐怖。PKK の長谷尾君。PC をキルする PC、すなわち PK が横行する昨今のザワールドは確かに嘆かわしい。しかし、それを力でねじ伏せる君たち PKK のやり方に理があるだろうか。知らねえよ、そんなことは。君はなぜ理もなければ理すらない無益な行為を続ける。月の木2番隊隊長、七司会の榊。それを見過ごすことはできないそうだった。月の木？なんだそれ、ギルドの名前か。あいにくお友達の勧誘なら間に合ってるぜ。人の話は最後まで聞きましょう。榊さんの話まだ終わってないです。アトリ、君の知り合いなのか。いいえ。アトリ、ネットゲームで同系の PC に会うのは別段珍しいことではない。とんだ人違いだな。てめえ、いちいち。あ、ショートメールの着信か。デルタサーバー、隠され資金弾の被爆、アルケケルン大爆府にて待つ。送信書、